ラッセルスクウェア駅は、ロンドン都心部のロンドン地下鉄の鉄道駅である。カムデンクラッセルスクウェアにある。駅の名称は近隣にあるロンドンで2番目に大きな広場、ラッセルスクウェアに由来、レスリーグリーンにより設計され、1906年にオープンした。駅は、バーナードストリートにあり、ピカデリー線の列車が発着する。ピカデリー線では、ホルボーン駅とキングスクロス、 セントパンクラス駅間にある。トラベルカードゾーンは1。大英博物館やロンドン大学の多くのカレッジに近い。マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー,ユーセージ、データ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。セロエムハリス、ワッツイン、エーネーム、ロンドン。 キャピタルトランスポートパブリッシングありがとうございます。